4月4日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。川崎1レース。予想上位はブローイングキッス。目標タイムは0分後 16.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎2レース。予想上位は虹とタルト。目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎3レース。予想上位はクレテイユ。目標タイムは1分 39.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎4レース。予想上位はパトオーン。目標タイムは0分後 16.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎5レース。予想上位はクルメミッチー。目標タイムは1分 32.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎6レース。予想上位はグラウオリゾーン。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎7レース。予想上位はアストロアイガー。目標タイムは1分 38.1 秒です。荒れる傾向が強いです。川崎8レース。予想上位はつかされグズ。目標タイムは1分 31.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎9レース。予想上位はサンエイジロー。目標タイムは1分 31.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。川崎10レース。予想上位はラブリー級。目標タイムは1分 37.1 秒です。荒れる傾向が強いです。川崎11レース。予想上位はルーチェドーロ。目標タイムは1分 42.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。川崎12レース。予想上位はパワポケウィング。目標タイムは1分 38.9 秒です。荒れる傾向が強いです。笠松1レース。予想上位はピースラビング。目標タイムは1分 21.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松2レース。予想上位はユナビール。目標タイムは1分 30.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松3レース。予想上位はローブドゥマイエ。目標タイムは1分 44.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松4レース。予想上位はプルシアンブルー。目標タイムは1分 31.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。笠松5レース。予想上位は夢見るボニータ。目標タイムは1分 29.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松6レース。予想上位はハートマン。目標タイムは0分 52.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松7レース。予想上位はカッコルス。目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松8レース。予想上位は三日月。目標タイムは1分 43.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース。予想上位はビレーラ。目標タイムは1分 30.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松10レース。予想上位はキャッシュブリッツ。目標タイムは2分 5.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松11レース。予想上位はコンバットトーラス。目標タイムは1分 44.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田1レース。予想上位はリコーブローニング。目標タイムは1分 34.8 秒です。
荒れない確率の方がやや高いです。園田にレース、予想上位は姿勢、目標タイムは1分 33.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田3レース、予想上位はチェリータイム、目標タイムは1分 33.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田4レース、予想上位はフィオリーノ、目標タイムは0分 50.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田5レース、予想上位はエイシンのクターン、目標タイムは1分 22.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田6レース、予想上位はクアンタムリープ、目標タイムは1分 33.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はナデイスター、目標タイムは1分 32.8 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田8レース、予想上位は我ら星の子、目標タイムは1分 32.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田9レース、予想上位はウンエンリヒカイ、目標タイムは1分 20.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位はウォータージオード、目標タイムは1分 20.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田11レース、予想上位はアーテルアストレア、目標タイムは2分 2.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田12レース、予想上位はダズリングダンス、目標タイムは1分 31.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。富裕ココ、ファンファン、グルートルマリン、虹とタルト、シントーチャチャ、エンチャント、アズーロネロ、逆転王、トミサンテガサス、ムーンダイヤモンド、ポポラーレウーノ、アトラクトボイス、ジュンフカリ、アートオブライフ、インプロービング、アキノスマート、ゲストプリンシパル、サンエイジロー、ジオパークマグマ、モンゲートラオ、チェルカトローバ、サンオルソーライズ、キットサクラサク、ゴールドホイヤー、キタノインディ、フォルテッサ、クロスロード、キシリトールチョコ、トンボイミノル、ユナビール、スミレブーケ、今日はグロリア、メイプルリーフ、ユカリプレリュード、ソリッドステート、ケイツーリタス、ヒロインユキちゃん、石杖、キテヤイオジ、スターインステルス、イコーブローニング、ソーマイティ、アカンザ、スプリットキャスト、スマイルマリアンナ、サンデローチェ、チェスターコート、ピロコギガマックス、天の輝き、アズナグール、ナデイスター、ミステリアダディ、瀬戸のダイヤモンド、ボムブラスト、エイシンシナバー、アキュートガール、サーマルソアリング、ハイプリーステス、テフイティフライト、デルマオベロン、ジーニーボニータ、フォースチルドレン、ヨズバミッチー、グルースエイド、リコーベレッタ、ミキのバスドラム、エレガンテバイゼ、ビヨンドボーダーズ、ブルベアイリーデ、時のキングダム、ウィングシューズ、ミスシャーロック、マジョリー、コパのライダー、キチロクレディス、夢見るボニータ、アルスアンティカ、ハーディン、名称セントレー、プロージェクト、モイエンド、スマートカプリス、西のぶち抜け、ブルーアズール、ニットバーブラ、フィオリーノ、モズフェアリー、
西野ウィンド、テクノハッピー、イスズスカーレット、カンパナーダス、キャツクレードル、ブルクラシコ、アルマイメル、スマートプレジール、アーテルアストレア、エイシンデミー、ヤマニングルトンヌ、プロンプトノア、ローブドゥマリエ、三日月、夏ハヤテ、シックスレター、乙女のワルツ、ヴィーナスオーキッド、パトオーン、ビギニングドリーム、キタのパッション、エコロビーガ、ハイボールガール、シゲル男気、ハッピーガレー、アストロアイガー、ジュース、ピンクプラム、白山セーラー、西野シャイニング、モノノフレット、ワイプアウト、モエヨドラゴン、オメガレインボー、クロームウルフ、パワポケウィング、デュークキング、エイルリシュリュー、名称水系、ヤマニンリリアーナ、ハッピーノリくん、当選バラライカ、キングオブヘブン、カトリ、プケッティ、ウィリディタス、ナモロカ、ダイアキララ、レシプロターボ、トラゴルジェンテ、超びっくり、帝王レーズン、ドントルックバック、ビクトリーアイ、ブレッシングアイル、メイレーブ、エアロケット、ローズライン、レガスバケーション、サトシライズ、マインドユアリズム、ウンマ王、オースミプリンセス、金賞ワールド、グランベルソー、エルメニア、我ら星の子、アポロファントム、ピンクマルガリータ、クラウドボール、名称金閣、アカリン、マイネルサーパス、ランスデミルリトン、ギブラフォン、スマイルミーシャ、素晴らしいヒディ、スカイ王子、競泳ルーマー、マテラガニア、ユレマー、アースグレース、モノノフイエロー、カキラ、ピターモンスター、アップフェリス、ハンバーグ妹、エドヒガン、コーシュハセイコ、ダズリングダンス、ビーチセイバー、ドナルビー、ナチュラルボーン、日本ティロジャック、パステルモグモグ、レッドジャスパー、ヨーマダイオー、幸せの予感、ゴールドマリー、ダイヤモンドダスト、パンツ大将、キバル男子、クレテイユ、グレル、リグレイヤー、デルタント、ドンドミノ、エターナルスノー、アグネスプリンセス、プルシアンブルー、ポッドゲイン、ジェッタ、東方グロリアス、ヨールプッキー、他の死んだ者勝ち、デラジオガール、運営に控え、ミッテルライン、シノブデスティーノ、リボリューション、メン、エルイエロ、ハッピーガルキリー、キクノクライフ、コロシリダケ、ウィンプリームス、レッドジェダイト、プロフィトロール、知性、ボルテッチョ。川崎第一レース各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。7番ブローイングキッスが前に行きます。後を追うのは3番パキラ、10番トラストガーベラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ブローイングキッス、その後には10番トラストガーベラと3番パキラが続きます。7番ブローイングキッスそのまま独走か、独走か。7番ブローイングキッスが1着見事。続くは2番、1番、10番か。川崎第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは9番ポテンザが好スタートを切った。2番手は6番カモンベイビー、7番キバル男子か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ポテンザ、その後には11番ニジトタルトと6番カモンベイビーが続きます。11番ニジトタルトが後ろから追ってくる、先頭か。11番ニジトタルトが1着見事。続くは9番、4番、6番か。川崎第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。
先頭を走るは1番シックスレター。1番シックスレターの背後には8番くれている、9番ゲットデザイアーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番くれている、その後には1番シックスレターと6番カナードが続きます。8番くれているそのまま逃げ切れるか、独走か。8番くれているがゴールイン、続くは3番、2番、6番か。川崎第4レース枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは7番パトーン、並ぶように11番アズーロネロ、10番グレルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番パトーン、その後には11番アズーロネロと4番ツーエムタイガーが続きます。7番パトーンそのまま独走か、独走か。7番パトーンがゴールイン、続くは4番、10番、11番か。川崎第5レース各馬ゲートイン完了。さあスタートです。10番エコロビーガが早速先頭を取る。後を追うのは1番ドラバイト、4番フォースチルドレンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番エコロビーガ、その後には4番フォースチルドレンと1番ドラバイトが続きます。3番クルメミッチーが先頭に立つか、追い抜くか。3番クルメミッチーが1着見事、続くは4番、1番、2番か。川崎第6レースゲート入り完了。さあスタートです。まずは9番ブラウオリゾンが先頭に立ちます。並ぶように5番ポポラアレウの、3番ムーンダイヤモンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ブラウオリゾン、その後には4番ウィンプリームスと8番スカイオージが続きます。9番ブラウオリゾンそのまま独走か、独走か。9番ブラウオリゾンが1着見事、続くは8番、4番、7番か。川崎第7レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。まずは4番フークリシャールが先頭に立ちます。その後ろには5番アトラクトボイス、13番ジュースカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番フークリシャール、その後には13番ジュースと14番ベルタントが続きます。8番アストロアイガーが先頭に立つか、追い抜くか。8番アストロアイガーがゴールイン、続くは1番、4番、9番か。川崎第8レースゲート入り完了。さあスタートしました。まずは10番リコーベレッタが好スタートを切った。10番リコーベレッタの背後には7番つかされるず、9番白山セーラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番つかされるず、その後には10番リコーベレッタと1番エントシーピールが続きます。7番つかされるずそのまま独走か、独走か。7番つかされるずが1着見事、続くは8番、10番。川崎第9レースゲート入り完了。スタートが切られました。まずは11番サンエイジローが好スタートを切った。2番手は3番コスモキルカス、8番ミキのバスドラムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番サンエイジロー、その後には9番ゲストプリンシパルと3番コスモキルカスが続きます。5番スカイアクロスが先頭に立つか、先頭か。5番スカイアクロスがゴールイン、続くは9番、11番、7番。川崎第10レース、さあ舞台は整いました。スタートを切りました。4番チェルカトローバが早速先頭を取る。2番手は12番ラブリービュー、5番雪国か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ラブリービュー、その後には4番チェルカトローバと5番雪国が続きます。12番ラブリービューそのまま独走か、逃げ切れるか。12番ラブリービューが1着見事、続くは6番、5番、13番か。川崎第11レース枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは6番ルチェドーロ、その後ろには7番オメガレインボー、2番ブルベアイリーデカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ルチェドーロ、その後には2番ブルベアイリーデと7番オメガレインボーが続きます。6番ルチェドーロそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ルチェドーロが1着見事、続くは4番、7番、2番か。川崎第12レース、さあ舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番パワポケウィングが好スタートを切った。5番パワポケウィングの背後には12番コールブランド、3番グモーニンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番パワポケウィング、その後には12番コールブランドと4番ライジングキャノンが続きます。5番パワポケウィングそのまま独走か、
独走閣下。5番パワポケウィングが1着見事。笠松第1レース枠入り完了しました。さあスタートしました。3番ピースラビングが早速先頭を取る。3番ピースラビングの背後には1番フォルテサ、6番デュークキングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ピースラビング。その後には1番フォルテッサと5番アルウィングリップが続きます。8番クロスロードが先頭に立つか。先頭か。8番クロスロードがゴールイン。続くは3番、1番、2番か。笠松第2レース。さあ舞台は整いました。さあスタートです。2番エイルリシュリューが早速先頭を取る。その後ろには6番ハッピーバルキリ、7番トンボイミノルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エイルリシュリュー。その後には8番ユナビールと6番ハッピーバルキリが続きます。8番ユナビールが追い上げてくる。先頭か。8番ユナビールがゴールイン。続くは4番、5番、2番か。笠松第3レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは3番コパのライダー。後を追うのは7番ローブ・ドゥ・マリエ、8番エターナルスノーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番コパのライダー。その後には8番エターナルスノーと7番ローブ・ドゥ・マリエが続きます。3番コパのライダーそのまま独走か。独走か。3番コパのライダーがゴールイン。続くは7番、8番、2番か。笠松第4レースゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番ブリーゼ。後を追うのは2番シャトランジ、4番プルシアンブルーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番プルシアンブルー。その後には1番名勝水系と7番ブリーゼが続きます。4番プルシアンブルーそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。4番プルシアンブルーがゴールイン。続くは6番、2番、1番か。笠松第5レース各馬ゲートイン完了。さあスタートです。先頭を走るは6番夢見るボニータ。並ぶように3番パープルツバメ、4番キチロクレディスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番夢見るボニータ。その後には5番ワップフェリスと7番ワルスワンティカが続きます。7番ワルスワンティカが後ろから追ってくる。先頭か。7番ワルスワンティカが1着見事。続くは6番、2番、5番か。笠松第6レースゲート入り完了。さあスタートしました。1番ハートマンが前に行きます。その後ろには7番ハッピーのリク、4番スタンレイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ハートマン。その後には4番スタンレイと7番ハッピーのリクが続きます。8番当選バラライカが後ろから追ってくる。追い抜くか。8番当選バラライカが1着見事。続くは1番、4番、2番か。笠松第7レース枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは5番ニャーが先頭に立ちます。並ぶように7番カップコルス、2番今日はグロリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番カップコルス。その後には5番ニャーと2番今日はグロリアが続きます。7番カップコルスそのまま逃げ切れるか。独走か。7番カップコルスがゴールイン。続くは4番、6番、5番か。笠松第8レース各馬揃ってスタートを切りました。先頭を走るは2番ユカリプレリュード。並ぶように3番ソリッドステート、7番名勝セントレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ユカリプレリュード。その後には6番三日月と3番ソリッドステートが続きます。6番三日月が後ろから追ってくる。追い抜くか。6番三日月がゴールイン。続くは1番、2番、5番か。笠松第9レース枠入り完了しました。さあスタートです。4番エリディタスが前に行きます。2番手は7番ミレーラ、5番ヒロインユキちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ミレーラ。その後には6番モイエンドと5番ヒロインユキちゃんが続きます。7番ミレーラそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。7番ミレーラが1着見事。続くは6番、3番、1番か。笠松第10レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは7番ダイヤキララが先頭に立ちます。2番手は3番ヨールプッキ、6番キャッシュブリッツか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番キャッシュブリッツ、その後には7番ダイヤキララと3番ヨールプッキが続きます。6番キャッシュブリッツそのまま独走か。6番キャッシュブリッツがゴールイン。続くは5番、3番、9番か。笠松第11レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。まずは3番コンバットトーラスが先頭に立ちます。並ぶように4番プロフィトロール、6番スマートカプリスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番コンバットトーラス、その後には4番プロフィトロールと7番キテアイオジが続きます。4番プロフィトロールが追い上げてくる、先頭か。4番プロフィトロールがゴールイン。続くは2番、6番、3、園田第1レース、各馬揃って、さあスタートしました。まずは4番リコーブローニングが好スタートを切った。その後ろには9番なり、8番日東バーブラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番リコーブローニング、その後には9番なりと2番ポイントオブエイムが続きます。4番リコーブローニングそのまま逃げ切れるか、独走か。4番リコーブローニングが1着見事。続くは9番、2番、1。園田第2レース、各馬、揃って。スタートを切りました。4番ソーマイティが前に行きます。後を追うのは6番ローザーブル、9番ブレッシングワイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ソーマイティ、その後には7番シセイと6番ローザーブルが続きます。7番シセイが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番姿勢がゴールイン。続くは4番、9番、3番か。園田第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。7番はバンザが前に行きます。後を追うのは8番チェリータイム、4番第2センタセーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番チェリータイム、その後には5番第7世と3番ハンバーグイモートが続きます。8番チェリータイムそのまま逃げ切れるか。8番チェリータイムがゴールイン。続くは5番、3番、7番か。園田第4レース枠入り完了しました。スタートが切られました。3番ベイブが前に行きます。3番ベイブの背後には5番フィオリーノ、10番サトシライズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番フィオリーノ、その後には3番ベイブと10番サトシライズが続きます。3番ベイブが追い上げてくる、先頭か。3番ベイブがゴールイン。続くは5番、10番、7番か。園田第5レース枠入り完了しました。さあスタートしました。12番サンベローチェが前に行きます。2番手は6番スプリットキャスト、7番スマイルマリアンナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番スプリットキャスト、その後には8番西のウィンドと7番スマイルマリアンナが続きます。2番マインドユアリズムが追い上げてくる、追い抜くか。2番マインドユアリズムが1着見事。続くは5番、8番、7番か。園田第6レースゲート入り完了。さあスタートしました。9番天の輝きが前に行きます。9番天の輝きの背後には2番カンパナーラス、6番ピロコギガマックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ファームラム、その後には6番ピロコギガマックスと9番天の輝きが続きます。10番クアンタムリープが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番クアンタムリープがゴールイン。続くは6番、5番、3番。園田第7レース枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは9番ナディスターが好スタートを切った。9番ナディスターの背後には4番フェイスナイン、6番オクトパスイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ナディスター、その後には6番オクトパスイと3番見てくれこの足が続きます。5番ブルクラシコが後ろから追ってくる、先頭か。5番ブルクラシコがゴールイン。続くは9番、6番、4番か。園田第8レースゲート入り完了。さあスタートです。2番アルマイメルが早速先頭を取る。2番手は8番瀬戸のダイヤモンド、4番エリウシデータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番アルマイメル、その後には4番エリウシデータと7番はレラ星の子が続きます。4番エリウシデータが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番エリウシデータがゴールイン。続くは1番、2番、7番か。園田第9レース各馬揃って、
さあスタートしました。一番運営力会が前に行きます。後を追うのは4番イーデチャンプ、5番ピンクマルガリータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番運営力会、その後には4番イーデチャンプと3番モノノフイエローが続きます。1番運営力会そのまま逃げ切れるか、独走か。1番運営力会が1着見事、続くは5番、6番、3番か。園田第10レース各馬ゲートイン完了。さあスタートです。まずは1番赤輪が好スタートを切った。並ぶように7番スマートプレジール、3番ウォータージオードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ダイヤモンドダスト、その後には4番ダンスデミルリトンと1番赤輪が続きます。3番ウォータージオードが後ろから追ってくる、先頭か。3番ウォータージオードがゴールイン、続くは4番、5番、8番か。園田第11レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。先頭を走るは2番ビブラフォン、後を追うのは9番サーマルソアリング、7番ライオットがあるか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スマイルミーシャ、その後には7番ライオットがあると9番サーマルソアリングが続きます。9番サーマルソアリングが後ろから追ってくる、先頭か。9番サーマルソアリングが1着見事、続くは8番、7番。園田第12レースゲート入り完了。さあスタートしました。8番キクノクライフが早速先頭を取る。8番キクノクライフの背後には2番素晴らしい日々、10番ダズリングダンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ダズリングダンス、その後には8番キクノクライフと2番素晴らしい日々が続きます。10番ダズリングダンスそのまま逃げ切れるか、独走か。10番ダズリングダンスが1着見事、続くは8番に続くは8番